はい、こんにちは、くんです。ということで、今回やる企画なんですけど、影モッドを入れれば、どんなゴミ建築でも、綺麗に見える説っていうのを、今回は検証していこうと思います。このサーバーにはたくさんいろんな建築物があるので、影モッドを入れて見ていきたいと思います。はい、影モッドを入れるとね、どんなゴミ建築もよく見えるらしいんで。で、まあ、過去の建築も見るんですけど、ちょっと、くまじんくん、建物ちょっと一個作ってほしいんだよね。この企画用に。ほう。うん。その影モッド入れたらすごく見える説っていうのを検証するために。ちなみに、ひまじんくんの影モッドを入れた建築はこちらです。ドン。ちょっとひどいな、これ。ぼそっと言うな。これはひどい。マジでこれ、なんも見えん、これ。マジで。クソすぎる、マジ。すごい盛り方だな、なんか。スケスケのハリボテやろ、これ。はい。じゃあ、なんかゴミ建築見つけたら言ってください。散って散って。はい。あ、くん来てって言ってくんない？ちょっと。鬼滅の刃無限列車編の想像。まあ、俺、この前テレビでやってた映画ちょこっとだけ見たけど、まあ、ほぼほぼ一緒だね。ほぼほぼこれだね。当時知らない状態だったけど、ほぼ一緒だね。ビサだね、ビサ。はい。じゃあこれで UFO テーブル作画ぐらいになるかどうか。完全再現。やってみます。なんかさ、ちょっとだけそれっぽくない？なんか。ちょっとだけそれっぽい。この角度とかだったらどう？なんか、ちょっとそれっぽい。割と近い。もう鬼滅だろ、もうこれ完全に。完全に鬼滅やで。ほら。これ見てみ？これ。完全に鬼滅。電車邪魔すぎる。これでどう？これ。この感じ。ちょっと煉獄さんなんかこう、溶岩にグッドマークやりながら沈んでってるけど、ちょっと電車が見えないようにして、あー、これ。これでどうすか？この車格。ほぼ鬼滅ですね。やっぱ四角系のやつはどうやっても漏れないなぁと。原色みたいなやつってなんか影モッドでも漏れないよなぁ。はい、次。見つけたらくん来てしてください。ちょっと見つける時間設けるか、ちょっと5分程度設けます。くん来て。はい、コータのお酒か。これ。僕はゴミだとは思わないけど。ちょっとじゃあ、せいでやってみますか。夜とかにしてみる。めちゃくちゃ暗くしたら、夜めっちゃいいよ。いやー、ちょっとだいぶ厳しいもんが、あのさ、発光してるから、なんだろう。ちょっと遠くから見ればなんとかギリギリ。あ、なんか、あ、これはすごいかも、なんかこう。あ、ちょっとこの感じ？なんかこう、まがまがしい何かみたいな。まがまがしい何か。下から見上げてみる。なんかどうだろう。この雰囲気でどう？いや、ちょっときついな。え、コウタンの顔、やっぱ原色系は無理があるんじゃね？原色系無理だろ。ほとんど黒い枝じゃん。いや、まあ、そうなんだよな。黒い枝なんだよな、コウタンの。はい、じゃあ次。ゴリラビか。ゴリラビット。ん？ちょっと。これが神建築になると。影モッドを使えば。これが、なる。いや、ちょっと待って、シェーダーのオプション設定でなんとかできるんじゃないか。なんかこう、霧っぽいの入れたりとか。どうすればいいんだろう、これ。何をしたらいいのかな、これ。シェーダー設定。斜め下から。どうしよう、これ。わかんねえな。太陽をバックに、ローアングル。フォグめっちゃ高くするとか。あ、ちょっとなんかフォグ、あー。どう？いや、無理ないか。あ、これでどう？これで。月。わざとこの月の大きさと同じにしてます、これ。はい。はい、これわざとこれ開けてます、これ。これわざとです、ここ。ここに月がちょうどはまる感じになります。はい。これどうすか？ちょうど月がはまるようにわざと開けてます、この時間帯に。この時間帯に見るものです。おしゃれに見えてきた。だろ？くん来て。つぶがい。先につぶがいに行こう。これヤギさんのやつじゃね、これ。これヤギさんのやつじゃん。うーわー、これ確か甲状腺じゃね？これ確かヤギさんの。ヤギさんの甲状腺じゃなかったっけ？違うか？これなんだっけな、これ。なんかの大喜利か。何かの大喜利だよな。夢大喜利みたいな感じだっけ？妄想みたいな。休日何してるかみたいなやつか。ちょっと無理ない？無理ない？無理ない？これ。これ無理あるくないか。どうする？基本的に見上げ角になるんだけど、この、基本的に見上げる形ですね、これ。昼なら。あ、この光が差し込む感じどう？この、これすごい、これすごい。ちょっとなんかいいかも。あ、これいいかもね。エア的な何かこれ。まあ、ちょっと見れるようになったかも。可愛くなったような気がする。わざとこう、ちょっとボコボコにして、こうなんか日が差し込む感じ。はい、次。R のジャジャ。
は？なんか、ヤヒさんの建築使われがちだな。あー、まあ、確かにこれはひどい。これはすごい。どうして斜めにするんだ？建築があまりできないのに。なぜおとなしく正面から建築しようとしない？おー！え、すごい。なんか、ちょっとなんか宗教的になってくない？なんか。あ、もう これだけでいい。これだけで。この部分がなんかちょっと宗教チック。ミッドサマー感。わかる？これ、ここミッドサマーって感じじゃない？この真ん中のここ。ミッドサマーであった気がする。なんかちょっと宗教チックだなぁ。これミッドサマーのラストじゃない？これ。ラストシーンじゃん、これ。この感じ。これラストシーンだよ、これ。ミッドサマーの、これ。ヤギさん、ホルガ村出身説。次行きましょう。意味。女性機エヴァンゲリオン。やってみるか。タダシャカの好きなやつだろ？女性機エヴァンゲリオンって確か。タダシャカが好きなやつだよな。ちょっと、どう見たらいいんだ？これ、周りも邪魔だな。まあまあ、これも得意のあれだな。ミッドナイトだな。あー、なんか、これちょっと、ぽいかも。何かぽいような気がする。シェーダーの月がめっちゃ綺麗。また月。まあ、シェーダーの月がめちゃくちゃ綺麗だ。はい、次。家賃広告つきません。これのせいで広告剥がれました。確か1回これのせいで広告剥がれたことあります。そういえば剥がれました。ブロワイダッシュ、おにぎり VS おにぎらず、美味しそうにしてください。もうこれおにぎらず破壊されてるんよ。これ確か なんかのモッドで爆発させまくってそのまま散らかしたままにしてる。ジャベリンモッドか。なんか戦地になったなんか、戦いの後みたいになってる。自然地形に見えなくもない。このおにぎりどうすか？このおにぎりどうすかこれ。これ、なんかまがまがしくね？昼にしてみる。おー。壮観。神々しい握りだ。あ、次。ブロクリボ、くんちゃん。タチションするおつん。シェーダーオプション、ポストエフェクツ、デプスオン、フィールドオン。ちょ、待って。すいません。なんすか注文ありなんだ。オッケー、注文ちょっとメモります。BSL のね。あー、はい。まず BSL にします。ポストエフェクト。これですか？これですね。ポストエフェクト、デプスオン、フィールドオン。確かに、まあ。なるほどな。このおしっこの、この、このおしっこを、に焦点当てる感じか。おつんをフォーカス。あ、すいません。こうですね。これデプスオンフィールドあると、でもなんか全部ぼやけていいんじゃねこれ。はいはいはい。あ、なんか芸術作品みたい。芸術作品っぽいね、なんか。遠くにクリボいんの面白い。なんか、絶望してる感がある。なんか、過去を思い出して絶望してる。あの時の自分みたいな感じ。で、こうやって、こう。おー、いいね。これいいね、この。あー、あの時から今って感じ。ドラマティック。回想シーン。次行きましょう。これ、デプスオンフィールドオン、いいね、これ。軍来て。ちょっと。これ、誰これ作ったのこれ。夜にしてください。あ、はい。かっこよくなりますか？いい案がある、みんな。俺の新技術を見るといい。デプソンフィールドオン。そして、これドギーが作ったの？これでどう？これで。これならまあ、ちょっとうっすらしてるし、エモくなったような気がする。これならまあ、強引すぎる。いやまあ、多少強引な気がするが、まあよし。後ろ隠せば全部よし。よし。はい、オッケー、次。ただしゃか。いや、ただしゃか、これをしたいのか。なるほど、よし。どうしよっかなぁ。なんかすごい、すごい、めっちゃエモくなった。なんだこれ。なんかすごくなった。感動的なシーンみたいになってる、なんか。逆光が感動シーンになった。感動的にしてる、なんか夜明けって感じ。これはサムネ。すごいな、なんか無駄な感動感を得てしまう。はい、次。来て。ここだ、どれ？どっち？僕の建築全部。ちょっと待って、全部、すいません。全部ですか？全部。ああ、先生、古典始まった。古典が始まるんだ、これ。自分の動画でやってろ。
僕の作った全部すごいな。コウタが機嫌視聴してから方法になってきた。まぁ、あ、じゃあまとめてやりますか。オッケーオッケー。コウタ分かった。分かった。とりあえずやろう。あ、これめっちゃいい。コウタ、これすごいいいよ。ほら、見て、この。これどう？これ。これ。これどうかな、コウタ。この真ん中画面の。これどう？バンクシー。これ良くない？ご来光って感じ。影いいな。ちょっとエポいかも。これいいね。なんかすごいな。なんか神々の踊りって感じになってる。神々の踊りじゃん、これ。これすごくない？これ。これすごいね。これすごい変わりようだね。これ、フォグいい感じ。確かに。はい。ちなみに、ビフォーアフターは、これです。はい、次。あー、この辺か。しりとり。一番無理そうなやつ。どうだろう？何があるかな？見よう。あー、どこだっけ？ザグーの、あった。なんかちょっとだけ神々しくなるのいいな。メリハリ出てきた。だから YouTube だとこれ出したらまずいかもしれないから、ちょっと待って。これなら YouTube でも出そうじゃない？これなら。これならいける。これピント合ってないし。これでどう？これがいいな。こうか。ちょうどいいとこがいいね。真ん中。あ、これがいいや。これにしよう。あ、ちょ、ピントがっちゃう。もっとがっつりぼかしたりできないのかな。この DOF ストレングス、強くしてみる。おー、強すぎるか逆に。4ぐらい。レトロフィルターオン。おー、まあ、ちょっとなんか確かにレトロなフィルターがかかってるっていうのはなんかわかるかも。近くで見たらほら、なんか、ちょっと疾患が出てない。まあ、これだな、一番いいの。え、手首もあるよ。ん？おー。これちょっとぼかしきれないな、これは。多分。ごまかしきれないと思う、さすがに。夜にするか。ちょっと、めちゃくちゃ怖くなった、なんか。めちゃくちゃ怖い。ホラー映像になってる。趣旨が違うわ。まがまがしい生き物みたい。ちょっとトイレ行ってきます。この画面のままトイレ行ってきます。おい、くん来て。はい。海。何これ。誰が作ったの、これ。じゃあ、これ頑張るか。こっち。あ、こっち？これ海の方がいいと思う。海の方がいいような気がするけど、こっちにしよう。ちょっと海にしよう。僕が作った！あ、そうなんだ、いい。どうすればいいんだろう。こんな感じ？これでどうすか？ダメっすかね。ちょっと、水が綺麗だからどうにかなる。心なしか大海原を感じる。海。めっちゃ海。ついでにペンペ。これはひどいペンペ。オッケー、次。はい。ルーブフロック。真っ黒で。なんとかなるかな、これ。大丈夫かな。頑張ってみるか。頑張ってみましょう。これでいいんだろうか。これありかなぁ。ブラーかければなんとか、なんとか、なんとかならないかなぁ。何がどう変わるんだろう、これ。何も変わらん。あ、でもなんかちょっといい感じになったかも。綺麗になった。俺ら仲良し、6人組。すいませんでした。カメスタ。あ、これは。おー。いや、もう、これはもう、これの一つの形だからな。うわぁ。うわ、懐かしい気持ちになってきた！なんかこれ知ってるぞ、この感じ。うわぁ。おー、すげぇな。やたら綺麗な水。はい。次。アーケンさん。ブン！ビン？ビンって読むの？これ、バンじゃないの？これ、なんか、ピン？何なんだろうね、このドンか。どうしたら哀愁が出るんだ。どうしたらいいんだこれ。深夜。ちょっとやばい、なんか めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。なんで蛍光色みたいになったんだ今一瞬。昼から。
いいですね。ちょっとなんか怖くなった、なんか後ろ姿見れないか、何してんのか分かんないけど。はい、じゃあラストいきましょう。ラストしもむ、これまずいってくんちゃん。あ、これよしこ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 ルフスキードズルってやつか。これどうしたらいいの、これはまずい。綺麗にな、してくれよ。どうしたらいいんだこれ。どっからどう見ても綺麗じゃないんだけど、これどっからどう見ても綺麗じゃない。昼間にしてみる。これが限界か。ここさ、よしこちゃんフェということでね、終わりますか。あ、そうだ、暇人のあった。よし、暇人の建築を深夜にして、おお、すげえ、めっちゃすごい。なんか、暇人のすごいわ。ほら、見て見て見て、みんな。すごい。おー、やっぱ影もっと使えば何でもすごくなるんだ。これは剣だわ。これは剣プロの称号あり。これすげえなぁ。古民家って感じするぜ。嘘ん。ゴリラビどう思う？ゴリラビ、こいつをどう思う？ゴミだったな。もっと白日のもとにさらすか。ジジイ。いや、ちょっと暇人いないと成立しない理由があって、この企画、あの影モッド入れればどんな建物もすごく見える説っていう企画なんだよね。暇人 OK じゃないです。いや暇人いないと成立しないから、まだやってます。いや暇人いないと成立しない企画なんで、あの工場制サーバーで過去の建築とかを見て探してクン来てする感じのイメージです。はい、じゃあ工場制サーバー行きましょう、もう一回。